ホーエルは、アメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は、南北戦争中のビックスバーグの包囲戦で戦行を上げたウィリアム・アル・ホーエル中佐にちなむ。ホーエルは、サンフランシスコのベスレヘムスチールで1942年6月4日に寄港し、12月19日に、ホーエル中佐の孫娘であるチャールズ・ブンカー・クレーン、ジュニア夫人によって浸水。 艦長ウィリアム・ド・ー・トーマス・チューサの指揮のもと1943年7月19日に収益する。収益後、ホーエルは8月16日にサンフランシスコ湾を出港してサンディエゴに向かったが、その道中で完熟訓練と7発の爆雷を使って結果が判明していなかった水中音響の聴取テストを実施した。実践に向けた最終的な回収のため9月17日から、 メアアイランド海軍造船所に入り、回収作業終了後の10月26日に第47駆逐部隊に編入されて、輸送船団に加わり、サンフランシスコを出港。10月31日に、新珠湾に到着後、第47駆逐部隊司令、AO クック大佐は機関をヒーアマンから、ホーエルに移した。まもなく、ホーエルは、第5艦隊に編入されて、 リッチモンド・ケイ・ターナー少将が率いる第52任務部隊に属することとなり、ギルバート諸島ダッシュのガルバニック作戦に参加することとなった。作戦に際し、ヘンリー・エム・ムリニクス少将を率いる第52.3任務軍の3隻の護衛空母、リスカム・ベイ、コーラル・シー及びコレヒドールを駆逐艦、モリス、フランクス、ヒューズ及び総会定リベンジと共に護衛する。 11月10日、第52.3人務軍は、真珠湾を出撃し、マキン干渉に向かう。11月20日創業、第52.3人務軍は、ベビー空母と、通称された、攻撃隊を発進させて、マキンを空襲させ、マキンの戦いは始まった。続く3日間、第52.3人務軍は、関西機をもって、 マキンに上陸したラルフ・シー・スミス陸軍少将の第27不評師団の支援にあたる。海と空からの攻撃で、マキンの日本軍拠点は次々と破られていった。しかし、11月24日、早朝、日本海軍の囲、e、号第175潜水艦が、第52.3任務軍に接近し、魚雷を発射して、リスカム米に命中させる。それた2本目の魚雷は、 コーラルシーをかすめ去るのが目撃された。リスカムベイは大爆発を起こし、ホーエルはリスカムベイから立ち上る300メートルほどの煙を目撃した。リスカムベイは炎と赤く焼けただれた部品を吹き上げた後23分で沈没し、ムリニクス少将やリスカムベイ艦長アービング D、ウィルト G 対サら642名が艦と運命を共にした。 ホーエルラ第52.3任務軍の駆逐艦は272名の生存者を救助した。翌11月25日夕刻、第52任務部隊は日本機の空襲を受け、日本機はパラシュート付けの照明弾を投下して、魚雷を13本発射したが、第52任務部隊は巧みな回避運動で被害を一つも受けなかった。 第52.3任務軍は11月27日に、マキン沖を離れ、ホーエルは、アベママ島攻略部隊に編入される。翌朝、ホーエルは、ターナー少将の任務部隊本隊に合流し、12月1日に、タラワから8キロ離れた沖合に到着し、干渉外で、対戦紹介に従事した。2日後、ホーエルは、戦艦テネシーという総戦団を護衛して、 真珠湾に向かい、12月11日に到着。3日後の12月14日、クック大佐は、部隊機関を、ホーエルからマッコードに移した。来るクエゼリンの戦いに備え、ホーエルは、第5水陸療養戦部隊との訓練に励んだ。1944年1月21日、ホーエルは、ターナー少将の水陸療養部隊の予備部隊である。 第51.1任務軍を護衛して、真珠湾を出撃し、1月31日に、クエゼリン干渉沖に到達して、上陸作戦を支援した。ついで干渉の南側に移って、火力支援部隊のレーダーピケット艦となった。クエゼリンの占領が宣言された2月6日には、ミラーと共に、太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将の、ロイ・コールナムル島方面の視察に同行した。 クエゼリン戦の後に、第51任務部隊と、第53任務部隊が合流して、第51任務部隊に統一された後、ホーエルは、第3火力支援部隊、第51.173任務隊に属して、エニウェトクの戦いに参加する。1944年2月17日の早朝、ホーエルは、従順用艦ポートランドと共に、 エニウェト区干渉中のメリレン島とジャプタン島に対して艦砲射撃を行う。また、不時着水した従順洋艦インディアナポリス所属の偵察機を救助してパイロットを送還させた。ホーエルはその艦砲をもってメリレン島の浜辺にあったいくつかの小舟を粉砕し、島内部の日本軍拠点に対して濃厚な制圧砲撃を行う。午後には、 周辺の二つの島の制圧を行った後、待機位置に下がった。2月18日のホーエルは、日本軍の移動を妨害かつ監視する行動に終始し、夜には海岸や珊瑚礁を照射して安に乗じた移動の監視を行う。2月19日に上陸作戦が行われ、ホーエルはその支援射撃に当たった。2月21日には、フェルプスと共に、 干渉内に奥深く入り、2月26日にはヘーゼルウッドも加わって、3隻で上陸部隊の戦闘監督の任に就いた。エニウェトクの占領後の3月4日、ホーエルは攻撃輸送艦カンブリアに戦闘監督の役目を譲り、修理のためマジュロに向かって2日後に到着した。ホーエルは他の2隻の駆逐艦と共に第47駆逐部隊を編成し、 南太平洋軍に移ることとなり、3月18日に、ツラギ島、パービス湾に開港される。翌3月19日に、第39任務部隊に加わって、パービス湾を出撃し、3月20日からのエミラウ島の無欠占領に参加。3月25日にトラセン及びジョンストンと合流して、第47駆逐部隊として、初めて隊号を組むこととなった。 3月26日、ホーエルはニューハノーバー島、ボティアンゲン岬から南東の海域を紹介中に日本軍の水上倉庫を発見して破壊し、翌日には1.2メートルほどのカヌーを捕獲したが、カヌーには貴重な情報が記載されていた文書が放置されており、これも押収した。夜に入り、潜水艦と応募式物体を探知したため、爆雷を4発投下。その後は、 エミラウ島行の輸送船団の護衛のため、4月8日にパービス湾に帰島した。パービス湾に帰島後の4月14日、ホーエルは第12巡洋艦部隊に編入され、8月14日まで訓練と輸送船団護衛に従事。8月14日に第3水陸両用部隊に名を連ね、パラー攻撃の準備を行う。8月24日からは、 護衛空母機とカンベイをエスピリットサント島からパービスワンまで護衛し、9月8日からは WD サンプル少々の護衛空母部隊と共にパラオ近海に到達し、ペリリューの戦いの支援を行った。支援の最中ホーエルは不時着したオマニーベイ所属機のクルーを発見して救助し、マーカスアイランドに抗争した。10月1日には未知の潜水艦を探知して3発の 爆雷を投下した。パラオ戦の後、ホーエルは、マヌス島ゼイアドラーワンに交代。第77.4任務軍に編入され、10月12日に、ゼイアドラーワンを出撃して、レーテ島を目指す。第77.4任務軍は、護衛空母、駆逐艦及び護衛駆逐艦で構成されており、スリータフと呼称される3つの任務隊に分かれて、 レーテ島の戦いの支援を行うこととなっていた。10月18日、スリータフィはサマール島沖で支援作戦を開始した。ホーエルはクリフトンスプレーグ少将のタフィ3第77.43人部隊に属し、4隻の護衛空母と他の2隻の駆逐艦ヒーアマンとジョンストンで構成されていたが、後に ラルフ・エオフスティ少将から2隻以上の護衛空母と4隻の護衛駆逐艦、デニス・ジョン・シーバトラー・レイモンド及びサミュエル・ B ・ロバーツが造成された。1944年10月25日の朝、タフィさんはサマール島の北東海域で行動中であり、タフィにはレーテワン近くを、タフィ1はレーテワン港から240キロ南東をそれぞれ行動中であった。 クリフトン・スプレーグ少将は、ハルゼー大将の第3艦隊中の第38任務部隊が北方を守っていると信じていたので、6時45分に栗田武雄中将を率いる第2遊撃部隊が対空射撃をしながら接近してくるのを発見したとき、大いに狼狽した。タフィさんは3分以内に4隻の戦艦、6隻の従順洋艦、 二隻の軽巡洋艦及び十一隻の駆逐艦からの猛攻にさらされることとなった。ジープ空母とブリキ艦からなる小艦隊が大艦隊から生き残るチャンスは、自らの存亡の前に、助立ちが来ることを信じて、とにかく南に逃走することであった。護衛空母は可能な限りの航空機を発進させて、レーテ湾を目指し、ホーエル、ヒーアマンとジョンストンは円幕を張って、 ベビー空母を圧倒的な栗田艦隊から追い隠そうと、無我夢中で駆けずり回った。7時6分、檻からのスコールも、タフィさんを守ってくれないと悟った、クリフトン・スプレーグ少将は、駆逐艦に反転して栗田艦隊に立ち向かうよう、命じる。4L は即座に、約16.5キロの最も至近距離にいた、戦艦混合との従順洋艦ハグロに、立ち向かっていった。 金ンの36センチ方の射程内を突き進んだ、ホーエルは距離12.8キロで5インチ方の発砲を開始し、ついで被害の距離が8.2キロになった時点で、ハグロに対して魚雷を5本発射。魚雷はハグロの前をかすめ去り、後方を進んでいたコンゴーは目ざとく、魚雷を発見して北方に回避する。魚雷は金ンをタフさんから一時的に遠ざけたものの、ホーエルは まもなく重巡洋艦からモーダを浴び、マーク37射撃式装置、機関室、環境、レーダー、操打装置に被弾して人力操打に切り替え、残りの魚雷を重巡洋艦に対して発射。5.5キロ離れたハグロのあたりに水柱が立ったのを見て命中したと判断されたものの、ハグロに魚雷が命中した記録はなく、錯覚であった。は不遂であり、 金剛との距離は約7.3キロ、ハグロなど重巡洋艦からの距離は約6.4キロであり、スコールから抜け出して、残存の2機の5インチ砲で最後の反撃を試みた。そのうちの一発は、第二水雷戦隊の機関である軽巡洋艦の城に命中した。しかし、すでに40発以上の命中弾を受けていたホーエ L は死にたいであり、 従順洋艦からのものと思われる20センチ砲弾が、機関室に命中した時点で、ついにその動きを止めた。4L に止めを刺した、この砲弾は、戦艦ヤマトの副砲弾という説もある。艦長のレオンエス・キンツバーガー中佐は、総員体館を例し、生き残った乗組員は艦を、順次離れていった。8時55分、4L は横転して沈没していった。 駆逐艦磯風装大員の証言によると、磯風は、沈没寸前のホーエルに接近。前田実実中佐は、砲撃を命令し、基銃員がホーエルの生存者に照準を合わせた。磯風上院は、日本兵生存者を基銃装者で殺戮する、駆逐米兵に恨みを抱いており、報復の美酒によった顔で見守ったが、 結局、前田艦長は両親に従い攻撃中止を命じたので乗員は黙って、拳を握りしめたという。ただし同じ磯風総大員が、もっと古い時期に発表した証言によれば、磯風は、沈没寸前の敵駆逐艦と遭遇したが、敵兵が全て逃げ出した無人の艦だったので、発砲しなかっただけで、日頃の鬱憤を晴らすべく、左方線、撃て、と命令を出した。 前田艦長や、誰もいないではないかと呟いた、砲術家の兵装をはじめ、磯風艦内は誰しもが泳ぎ逃げまとう敵兵を、救助どころか蹴散らしたい気持ちだったという。直上傾向で個性の強烈な春勢が、ジャップを殺せ、もっと殺せというのなら、目には目をである。今日は、ヤンキー殺せ、もっとヤンキーを殺せである。駆逐艦磯風総大員。 井上陸畜艦伊祖風と三人の特年兵231ページ、ホーエルの乗組員のうち、生存者は、キンツバーガー艦長以下89名のみであり、残り253名は、ホーエルと共に沈んでいった。負傷者のうち、15名も、五国落命した。キンツバーガー艦長は、ホーエルの追悼碑に、次のように記した。自らの艦が沈みゆく。 その時まで乗組員は冷静かつ効率的に割り当てられた己の職務をよく遂行し、その結果非常に優れたチームワークが発揮できることを完全に認識した。生還したキンツバーガー艦長は海軍十字章とパープルハート章を受章し、少々に昇進して1983年に73歳で亡くなった。ホーエルは 第二次世界大戦の先行で5個の従軍政章と大統領主君部大将、フィリピン政府からフィリピン政府主君部大将を受章した。ABC 護衛空母や護衛駆逐艦は大量建造を前提とした設計で作られていたため防御力の低さを含めて乗組委員から自重的に称されていた。ありがとうございます。